はい、どうもバサラです。今日はですね、コメント欄のところに後ろのですね、あそこに見えるあの子、ブラックマジックの eGPU についてちょっとレビューをしてほしいっていう風な、コメントをちょっといただいてたんで、これの話をまずしたいんですよ。これの話をしたいんですけど、まずそもそも僕の家のちょっと構成を話さないと、これをなんで買ったかっていう話が、ちょっとできなくて、今日は、このなんで、このブラックマジックの EGP を買ったかっていうのを説明するために、僕のこのデスクの、構成をちょっと、ご紹介しようかなというふうに思っています。で、その後になんであれを買ったかっていうことを説明するのに、さらにMac mini の説明をしなきゃいけないので、次の動画ではちょっと Mac mini の説明をしようかなというふうに思ってます。 Mac mini 買ってみて、どうだったかとか、あとはなんでしょうね、なんで Mac mini にしたかというか、そういう話を少しちょっとだけ、しようかなと思って、やっと話ができるんで、ちょっと3部作できっとやると思います。なんでね、ぜひぜひちょっとね、長くなっちゃうというか、なっちゃうかなとは思うんですけど、1回の動画ではね、ちょっと説明しきれないなと思ったので、ちょっと3部構成にちょっとしようかなというふうに思っています。はい、ぜひぜひちょっと楽しみにしていただければなというふうに思っています。まずはね、僕の、デスクのね、説明をしようかなというふうに思っています。それでは僕のカメラちょっと切り替えていきましょう。ういはい、ちょっとカメラ切り替えてみました。はい、こんな感じですね。机こんな感じになってます。こんな感じです。はい、ちょっとね、横のとこごちゃってますね。ちょっとね、撮影する前にね、ちゃんと片付けろって話なんですけどね、片付けられてないような状況で今撮影しちゃっています。はい、でちょっと端から行ってこうかなと思うんですけど、はい、これですね。まずはこの辺りかな。よいしょ。これが僕が、使ってる、ゼンハイザーのヘッドホンですね。編集とかの時にも、使っているやつです。HD の598だっけ?だったような感じが。なんか名前はそんなような。そうですね。HD の598です。HD の598がをヘッドホンとしてこれ使っています。動画の編集にオープン型のものの方がいいのかって言われたら、ちょっと僕微妙かなと思ってたりとか、する部分はあるんですけど、なんといってもですね、動画の編集に集中しちゃってても、オープン型なんで、Amazon とかが来たのが受け取れるっていうのがあるんで、これがいいかなと思ってこれをちょっと使ってます。そこがオープン型のいいとこかなと思ってこれをちょっと使ってたりとかします。実際はちょっとね、編集には微妙かなと思うんですけど、音楽聴くにはすごくいいんじゃないかなというふうに思います。で、この辺りがね、充電コーナーになってるんで、机の横が今ちょっと電池が散乱してますけどね。はい、電池が散乱してますけど、ここではなってて、3DS が置いてありますね。これもね、3DS も別にやってるわけじゃないんですけどね、なんとなく置いちゃってるんですよね、これ。どうなんだろうな。いいのかどうかっていうのは微妙ですけど。はい。3DS なんとなく置いちゃってます。で、はい、ドン。これがブラックマジックの eGPU ですね。かっこいい。いや、見た目かっこいいけど、正直ね、これからレビューしますけれども、ですよ。です。はい。で、その後、そこにメモとかがあったりとかして、僕メモとか結構紙で取ってたりとかもする部分もあるんで、メモがあって、で、これですね。Bose の M2 ですね、スピーカーを使ってるのは。で、これがやっぱりコンパクトで、すごくその音もいいんですよ。左側と右側ですね。Bose の M2 本当に音も良くてコンパクトだし、見た目もねすごくかっこいいですし、僕このスピーカー自体多分10年近く使ってんじゃないのかな。本当に M2 が出て本当すぐとかで買ってんの、多分10年近く使ってるんですけど全然使えますし、音もいいっていう感じですごく気に入っています。はい、M2 結構おすすめなんで、ぜひぜひ気になる方はぜひ買ってみた方がいいんじゃないかなというふうに思います。本当机の邪魔にもならないですしね、すごくいいです。はい、で、これがね、飲み物を置くためのコースターですね。はい、キーボード風のコースターと、マジックトラックパッドとマウス両方 MX マスターを僕は家では使ってます。 MX マスターとマジックトラックパッドがある感じですね。両方あるみたいな、感じです。なんかね、やっぱね、動画の編集の時にこうなんかちょっとこう広げたりとかするっていうのはやっぱりマジックトラックパッドのが良くて、なんか操作するときやっぱマウスのが良かったりとかするんで、なんか両方使ってたりとかします。はい、次にこのケーブルごちゃごちゃゾーンに来るんですけど、ドングルはね、ドングルですよ。やっぱりいろいろね、繋がなきゃいけないんでドングルはたくさんあるんですけど、こいつですね。
アンプですね、アンプとダックになっていて、HUD の MX1 ってやつですね、はい、これも結構長く使ってますね。でも全然まあ、こと足りてるというか、すごく、まあ、使いやすいので、これをまだまだ使っているっていう感じですね。で、モニターは、LG の、ウルトラファインディスプレイを僕は使っています。まあ、すごくね、いいモニターだと思うんですけど、これがね、クセモンなんですよ。ブラックマジックの EGP を買った理由っていうのが、この LG のウルトラファインディスプレイだったりするんで、そのあたりちょっと詳しく話していきたいなというふうに思っています。で、キーボードなんですけど、マジックキーボードを、使っています。なんでマジックキーボードを使っているかっていうと、なんか特に理由があるわけじゃないんですけれども、なんか Mac mini が、まあ、たまにその Bluetooth がなんか外れることがあるんですね。こういう風なデバイスが、Bluetooth が外れるようなことがちょっとあって、でその時に結構僕ロジクールのものを使ってるんですけど、ロジクールのキーボードを使ってたんですけど、その時にその Bluetooth のキーボードが外れちゃってて、要はタイピングができないような状態に、まあ、最初になっちゃったりとかしたんですね。で、その時にこのマウスも動かなかったんですけど、なぜだかマジックトラックパッドだけはちゃんとつながったんで、もしかしたら純正の方がまあつながりがやっぱりねいいんじゃないかっていうこともあって、この、マジックキーボードをちょっと使っています。はい、まあ、見た目はねかっこいいんですけどね、別にタイピングが好きとかそういう風なので、特にこれを使っているわけでは全然ないです。はい、ただ何でしょうね、接続の安定性のためだけに僕はマジックキーボードを今使っているような感じ。実際はね、僕はね、ハッピーハッキングのキーボードが好きだったりとかね、まあ、なんだったら有線のキーボードを使えって話なんですけど、やっぱりね、ここにケーブルがないっていうのはね、まあ、すごく嬉しいですし、ここをね、どかしたら、こういうふうに、まあ、作業ができるというか、ここにデスクのスペースがやっぱり確保できるんで、やっぱり有線のものよりは、Bluetooth のキーボードを使っているような感じです。で、メガネケースがあって、あとハードディスクが、これ2テラの、まあ、よく持ち歩いてるやつですね。で、後ろに、ですけど Mac mini がまあ置いてあるような感じですね。縦に置いてる感じです。はい、ただただ置いてるだけなんで、これ倒れたらどうするんだっていう感じで置いてたりとかしますね。で、あとはなんかここら辺もごちゃごちゃゾーンですね。なんかごちゃっとしたのを、なんか入れてたりとか、あとはまあこの Google ホームがあったりとかする感じです。あとはペンとかね、ペン立てがあるような感じですね。で、このエリアとかには結構そのMac を置いたりとかしていたりとかします。デスクの後ろがこういう風にこう、光ってるのはヒューの、ライトストリップでしたっけ、ライトストリップだったような気がするんですけど、それを、使っています。そういう風にするとなんかこんな感じで、まあ、デスクが結構クールな感じになるかなと思って、使ってみています。はい、以上デスクの紹介でした。はい、いかがだったでしょうか。まあ、デスクの紹介なんですけどね、なるべくね机の上やっぱりいろんなものを置きたくないんで、少なく少なくっていう風に思ってはいるんですけど結構多いっすよね結構いろいろ置いてんなっていう感じはちょっと、まあ、僕もね紹介をしながら思いました。なんでマジックトラックパッドとマウス2つもあんのとかね、なんかなんであるんだろうとか、ね、まあ、いろいろ多分ちょっとこう見ててもなんかここら辺なんか荷物多くないみたいにちょっと思った方もいるかもしれないんですけど、まあこんな感じの机を、使っています。で、なんでまあそのこのやっぱりね、このさっきも動画の中で話したんですけど、やっぱりこの LG のウルトラファインディスプレイとか、こういう風なものがいろいろ密接に関わってブラックマジックの EGP を買ったので、そこの部分も含めてちょっとレビューというか説明したいためにちょっと今日は机 の, 説明させていただきました。で、あれを買う原因となったもう一つの要因原因の、Mac mini の方ですね。このモニターのすぐ後ろにある Mac mini の紹介を、次回して、EGP の紹介をしようかなというふうに、思っています。はい、このチャンネルではガジェットのレビューを中心に動画を作っています。今日はデスクの紹介だったんですけど、基本的にはガジェットのレビューを中心の、動画を作っています。ぜひぜひ、まあ面白かったという方はね、ぜひグッドボタンを押していただいたりとか、あとはね、ブラックマジックの EGPU とかね、この、Mac mini どういう風なレビューなのかっていうの気になった方はね、ぜひチャンネル登録してもらえると、まあ次にね、動画とか、通知とか来たりとかするんで、ぜひぜひ、チャンネル登録してもらって、通知のベルとかもね、押してもらえると非常に、ありがたいです。ご視聴ありがとうございました。それでは皆さん次の動画で、バイバーイ。